どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は、夏メロです。はい。薬師丸ひろ子さんの歌う、セーラー服と機関銃。この曲を、この小さいウクレレで、なるべく簡単バージョンしてやってみようと思います。この曲は私が幼い頃、もう小学校低学年ぐらいの時でしょうかね。まあ、もうめちゃくちゃ流行りましてですね。はい、みんな歌ってましたね、これね。はい。まあ、その後もですね、いろんなアーティストにカバーもされて、今歌い継がれていると思うんで、まあ、あらゆる世代できっとできると思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした、ガズレレオリジナルアレンジの超簡単版をやって、後半は、かっこいいバージョン。こっちは結構8ビートのノリを、あとシンコペーションとか入ってかっこいいんですよ。最後までご覧になってください。さあ、こんなね、セーラー服と機関銃みたいな懐かしい青春のキュンとくる思い出の曲、大好きな曲、いつかはなんかこう歌ってみたいなという曲をですね、カラオケもまあいいんですけど、楽器を弾きながら歌う弾き語りっていうのはこれがもうすごい気持ちがいいんですよ。もう本当にいいですよ。なんですけどね、皆さん聞いてくださいよ。今からギターとかピアノ難しいんですね。ウクレレ、簡単。弦4つしかないし、ちっちゃいんで、いつでも持ち運び できるからね、もうソファーのところにパッと置いていつでも練習できる。これがおすすめでございます。はい。そして、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どんどんウクレレ弾けるようになりますからね、皆さんどんどんウクレレ始めてください。ですね、今からもうちょっとしたらここら辺にリンクを貼るんですけど、そのリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしてもらって、そこから数字の1から、動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私今もう弾けてんじゃないってなりますからね。まあまあ、やった方がいいですよ。楽しいですから。YouTube だったらいつでもどこでもスマホでも見られるし、無料。ただでね、見れるわけですからね、皆さん。ぜひ始めてください。それではリンク貼りますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック、カシッ。行ってらっしゃい。そこには私がすでに撮りためた過去650曲の過去動画。まあ、それ全部簡単ウクレレアレンジレッスン動画になってますから。ありとあらゆる曲がありますよ。夏メロから昭和歌謡曲から、演歌から、最新 J-POP から、洋楽から、ハワイアンから、もう、ほんと何でもある。アニメソングもあるし。ぜひ、さっきのリンクの先の下の方に行くと、曲がバーッと入るボックスがあって、そこで見えますんでね。ちょっと見に行ってください。さあ、早速やってみましょう。セーラー服と機関銃、快感とか言ってですね。はい、まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。さよならは別れの言葉じゃなくて、再び会うまで。せーの、じゃじゃん。はい、シンプル簡単バージョンやってみました。なんとかこう切ないというかね、時代を感じるというか、まあいいね、素晴らしいですね。ですね、動画内のテロップと一緒にセッションするの、YouTube でね、それも最高ですけれども、自分でノートに書き出したら、YouTube なしでも演奏できるでしょ。なんで書くのがおすすめです。その時の参考になるようにこれ私のノートを見てください。セーラー服と機関銃でございます。イントロがあるんですけど、これはですね、今のシンプル簡単バージョンをちょっと省いたんで、後半で、やるようにします。はい。で、メモってってください。一時停止で。で、いつも言って、で、いつも言ってることなんですけれども、この下に囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンの解説ですんで、ここは今のは上の段をやりました。シンプル簡単バージョン。これからやるかっこいいバージョンは下の段をやります。これ解説しますんで、まあ、ひとまずメモだけ取っといてください。一時停止でどうぞ。はい。はい。
大丈夫かな。あ、まあ、テロップと見合わせる方がいいかなと思うんで。で、ここが、今、ここまでやったんですね。サビ。はい。ここまでやったのはシンプル簡単バージョンでございました。はい。で、ここ、まあ、他のコードも出てくる。うん。で、後半これからやるかっこいいバージョンはサビ、連続で最後もやるんで、これ、追加分のサビなんですけど、ここのエリアはですね、ちょっと見たらわかるでしょ。なんか、土地がなくなってきちゃってですね、ちょっとこの、書き方のスペースが、このスペースがここに縮まっちゃってるんで、まあ参考程度で、こっからここまでとコード進行は同じで歌詞が変わってるっていう状態ですね。なんでまあちょっとこれ見ながらやってってください。OK かな。言える？これちっちゃいね。はい。まあまあ、かっこいいバージョンではこれテロップも出すんで、はい。じゃあ出てくるコードの解説します。Am、F、Dm、G7、E7、あ、E7 こっちか。Em7。はい。この1、2、3、4、5、6個。この6個のコードで、今のシンプル簡単バージョンをやりました。これはですね、ドンこれ。ガズレレ必須コード。ガズレレ必須コード。必須って書いてあるでしょ？必ず覚えた方がいいですよというコードでございまして。コードっていうのはですね、星の数ほどあるんですよ。コードを全部覚えてるっていう人は、まあきっといないと思うぐらいにコードってもう何万も何十もあるんですよね。なんですけど、使うコードって、基本的にはもう、いつものコードっていうのがありましてですね。それを私のガズレレではガズレレ必須コードと言っておりまして、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルの中で、いろんな曲をやろうと思ったら、これがまず中心になってますんで、ガズレレで音楽をやりたい人はこのコードを覚えてください。ウクレレ必須コードですね。はい、その、わかりやすく以前これを解説した動画を、ここにリンク貼っておきます。ここのリンク先で、ぜひとも、楽に簡単に楽しくコード8個覚えてください。そのうちの6個ですからね。入門コードですから。はい。これ簡単です。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンは1個ね、渋いコードを追加します。見てください。これです。E7sus4 という。これはですね、ここに E7 って書いてあるでしょ？ここの4弦の位置がずれてるだけなんですけど、ちょっと解説しましょう。E7sus4 は、押さえる場所はね、ここと、ここ。だから E7 っていうコードってここなんですけど、ね、これ G7、E7 ってなります。こうです。ここ、E7 の4弦をここに1個ずらすと E7sus4。E7sus4 から E7。いい響きでしょ。はい。これ E7sus4 と E7。この流れ出てきます。あと E7sus4 から Em7 とか、こういうの出てきますからね。はい。で、つまりさっきこの下に囲ってるコードは、ほら、サスポが入ってるところでやるということにします。はい。で、あと、このマークちょっと注目してください。これはシンコペーションといって、シンコペーションっていうのはリズムがですね、ドーンと前に突っ込んでくるパターンのやつです。例えばちょっと、このイントロでもいきなりこれ出てくるんですけど、Am が、ここに矢印があるでしょ。これ全部シンコペーションってことです。ちょっとやってみましょうか、これ。こういうコード進行で。じゃあ行きますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。てててててて、ドパン、てててててて、ドパン。これ、わかる？アップで入る。要は前にドンと食い込んでくるやつですね。これ、このマークが入ってるときは、そういう前に食い込むシンコペーションというリズムのところで。それがね、結構出てくるんですよ。決めで。どこで出てきた？ここだ。ここ。さよなら別れの言葉じゃなくて、ここも E7sus4 から矢印で Em7。ここもやってみようかな。さよならは別れのこと。次だよ。なくて、じゃんじゃパンダ。E7sus4 からアップで E7。はい。矢印マーク。これポイントね。あと、サビの中の決めでも、このまま何時間で、抱いて、このまま何時間でも抱いていたいけど、ところ、ここ見てください。矢印で Dm、矢印で E7。ここも決めが入りますね。このまま何時間でも、ここが抱いていたいけど、じゃんじゃず、じゃんじゃず、ダブルできました。ず、じゃんじゃず、じゃんじゃずですね。ここ、シンコペーション。これかっこいい。あ、そもそもですね、シンコペーションとか言う前に順番間違えちゃったな。この曲のリズム、基本的なリズムは、8ビートのチャです。8ビートのチャ。チャツン、チャツン、チャツン、チャツン。これはですね、はい。8ビートのチャっていうのは、まず、8ビートっていうのが軸になってまして、そこにこの、打楽器的な要素のチャっていう、これでパーカッション的な要素を使って、
リズムのこう立体感を出しています。この弾き方、ここにリンク貼っておきます。ここのリンク先はですね、ウクレレでできるリズムのいろいろという私のホームページの1枚で、その中からまずは8ビートをマスターしていただいてください。8ビート観点マスタームービーっていうのありますか？それをマスターできるようになったら8ビートのチャトゥーに練習していただければと思います。シンコペーションもこの曲入ってくるんで、さらにちょっとね、難易度は高くなるんですけど、はい、そんな感じですね。で、イントロから今回やるんですけど、ここね、さっきもちょっとやったけど、でてれてててててれててって、まあ、E7 サス4、E7。ここ、見て。E7 サス4、E7 サス4、2ブロック分。これはね、こうやって弾きます。E7 サス4ってこうやって押さえてるでしょ？コード押さえて。4、3、2、1でアルペジオ。てってって。いいでしょ？4、3、2。1弦と4弦、最初同時に弾いてもいいですよ。トーンでもいいし、4弦だけでも、4、3、2、1。はい。これでちょっと渋いイントロ決めてみましょう。はい。じゃあ、セーラー服と機関銃かっこいいバージョン、やってみる。1、2、3、4。かっこいいバージョンやってみました。あ、気持ちがいいですよ。これはこのツッチャーンとこのシンコペーション、このマーク、あそこら辺のコントロールもまああるんですけど、やっぱこの8ビートリズムの中でこう言葉が乗ってった方が、やっぱこうなんていうのかな、 4つ弾きでも楽しいんですけど、さらにこうふわふわ気分というか、なんか8ビートのこう波に乗って進んでいくっていうのは気持ちがいいんですよね。なんで皆さんもぜひ気持ちよさをね、大事にしてくださいよ。音楽はね、気持ちいいとか楽しいとか、こっちを忘れてもね、意味ないですから。やっぱり楽しい気分。これ、楽しい。この曲で楽しい気分とか、ちょっとあれだ。まあ、ね、音楽って不思議ですよね。こういう悲しそうな歌だけれども楽しくなっちゃうっていう、なんとも言えないの。まあ、そういうのを感じ取っていただいて、楽しいなと思った方は、どんどん周りの人に教えてあげてくださいね、ウクレレ。はい。それで、今週末ですよ、いよいよ。19日。大阪行きますからね、大阪。待っててくださいよ。ガズレレ歌本ボリューム5も先行発売ですから。その次の翌日も1月20日、名古屋行きますからね。名古屋も先行発売しますから、待っててください。詳しいご案内はこの後します。いやー、モリモリやろう。では、どうぞ！ガズレレホームページ、どんご覧になってください。ガズレレホームページを見てくれたら、いろんな情報が出てますよ。はい。ホームページのリンクはここに貼っときますからね。見てください。必見。はい。じゃあ、ザザッと駆け足で、インフォメーションさせていただきます。まずですね、ガズさん、CD 出しております。これです。レッツゴー最高という CD。これ本に見えるでしょ？でも CD なんですよ。2枚。CD2 枚組。はい。2枚ついてるでしょ。
こっちはレッスン CD、 こっちはちゃんとした作品としての CD、 これが弾けるようになるためにこっちでレッスンしてねっていう風にいろんなからくりがあります。でこれレッツゴー最高というアルバムで出てますんでね、はい、でこれがですね今年のテーマになって、これはですねなんていうのかな、みんなで歌うための曲という感じで簡単なんで、ぜひ皆さんこれ手に取って、でこの今の CD の曲全部 YouTube でもうすでに無料公開して、全部音源も公開してるんですけど、それを見て練習してイベントに来てくださいというのが、じゃあ CD のこと全部ここにリンク貼っておきます。 CD 関係見てくださいね。でですねこれを引っ提げてどんどんツアーを回るんですけど、1月19日大阪花博記念ホール、翌日1月20日名古屋スーパードライやります。その時はですねこの見てください、このガズレレ歌のシリーズボリューム1だけど、ボリューム5のこちらの方の先行発売にもなってますからね。このボリューム5は今 Amazon で予約を受付開始してまして、1月23日発売なんですけども、予約の段階で J-POP ラン Amazon でベストセラー1位となりました。ありがとうございます。皆さん本当に大感謝。ボリューム5もいい曲いっぱい入ってますからね、皆さんもこれは間違いないやつですからね、ゲットしてください。はい、で、イベントの方もバーッと続きます。はい、広島、博多、その後もどんどん続きますからね、皆さんフォローしといてくださいね、よろしくお願いします。あとですねカズさん他にもいろんな本を出してるんですよ。主婦の友社からいい本、リッドミュージックから教則本を出してまして、まあこれみんないい本ですね、ぜひチェックしてください。本などのこともホームページに書いてあるんでぜひ見てくださいね。そして今年の9月1日これ忘れないでね、日比谷の野音でガズレでやりますから、皆さんステージに立てます。練習してどんどん練習してグループでやってください。詳細近日公開待ってますよ、よろしくお願いします。さあそれでは音楽に楽しい人生どんどんやっていきましょう。で弾ける人は教えてあげてください、ちょっと教えて、あとガズさんのガズレで YouTube 見てるで、それでどん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 ね楽しい仲間が増えますんで、ぜひご協力お願いします。そういうわけで音楽で楽しい人生やっちゃいましょう。ありがとうございました。さよなら、バイバイ、チャオ。